会社エオです。皆様拍手でお迎えください。 Here we go. Are you ready to go? Okay, let's start. どうぞ、はい、私の男はどこにいるんだと思っているのは私だけでなく800万人もいます。彼らの 90% は恋人が欲しいと思っています。恋人ができない理由を彼らの200名にヒアリングを行いました。建前ではいろいろ言います。しかし深層心理では恋愛で傷つきたくないといった自分の心を守ることを優先していた結果だったのです。働く 20-30 代の男女は成果主義の浸透で結果を出すことにこだわりを持っています。そのため彼らたちにとって結果が不透明なことに注力することが難しいのです。特に一度チャレンジして失敗したときは再びチャレンジするハードルは高まります。このようにちょっとしたコミュニケーションミスで異性との関係がうまくいかず心にダメージを負っている人はたくさんいます。しかし皆さん朗報です。今は AI がコミュニケーションをサポートできる時代です。それがエールです。エールは AI が出会いからお付き合いまで男女の関係進展をナビゲートすることで結果が不透明な恋愛の心理的ハードルを下げ傷つかずに恋愛することを可能にします。エールの AI は気になる異性の気持ちとその変化、自分の行動に対する結果が事前予測でき、リアルタイムで分かり、そして実際の行動をアシストするからこそ恋愛で傷つくことを最小限に抑制します。この AI を大学の垣根を越えて日本ドリームチームを結成し共同開発しています。サービスの特徴は2つです。会話ナビゲートはデートにコミットするための流れをディープラーニングによってアルゴリズムを作成し会員一人一人にカスタマイズして会話をアシストします。一見女性からデートの合意を得たと解釈してしまいそうな場合も AI がレスキューします。 AI がデート大義名分喪失、アプローチ方法のアドバイス、自己開示誘導を行います。 AI のアシストによってチャットコミュニケーションミスが抑制し気になる異性とチャットが続きやすくなります。さらに好感度ナビゲートは気になる異性の自分に対する好感度向上ポイントを AI が感知し見える化しています。事前に進展可能性を予測し効率よく異性にアプローチすることができます。そしてデートに行けるタイミングになったら AI が合図します。 AI のアシストを受け入れば受け入れるほどデート成功率は高まります。つまりユーザーはデートに誘って振られる心理的負担から解放されるのです。このように AI のアシストによってデート成約率は 76% まで高まりました。自力の来る人に比べなんと3倍以上です。そしてエールは大企業数十社間でトライアルが始まるなど高い評価を得ています。エールはエールを福利厚生に導入いただいた企業の従業員のみが利用できます。信頼できる企業間のプラットフォームだからこそ安心して異性と向き合うことができます。フューチャープランです。 AI を海外そして他業界に転用し事業の幅を広げます。私たちはエールによって仕事と愛が両立できる社会づくりに貢献します。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではじゃあ今野さんいかがですか。はい、情熱的なプレゼンありがとうございます。これは実際 どうやって使うのか、アプリかなんかをダウンロードする。そうです、弊社の方でアプリを用意しました。そうするとこの人は AI のアシストを受けて会話してるなっていうのが相手にバレるっていうと、相手にどんなチャットが言ってるのかが分からないようになってまして、はあ、自分にしか見えないチャットと2人同時に見えるチャットを使いながら関係進展をファシリテーションしていくようにしております。あ、じゃあ LINE なら LINE を使ってる中で別途これをダウンロードあ、すいません、もう全部、まあ、福利厚生企業間さんの社外の出会いを演出しているので、はい、もう会社さんにうちのアプリをダウンロードを従業員さんにいただくようになっております。もうそういうもんですっていうオープンにして売るっていうことですね。そうしないと、はい、AI がうちチャットボットじゃなくてストーリー解析をしていて出会いから付き合いまでってすごくバリューチェーンが長いじゃないですか。そこを全部バリューチェーンごとに分けて課題をファシリテーションするようにしているので両方情報がないとできないんです。はい、ありがとうございます。しんさんいかがでしょうか。ありがとうございました、はい、AI アシストありなしで成約率がかなり変わるっていうデータありましたけれど、はい、一般的に普及している、マッチングサービスと比べてこのサービスとの、なんかその成約率の違いって取られたことありますか。そうですね、成約率やっぱ各社さんオープンにしてないので内閣府とかのデータを拾いますとやはり内閣府とかのデータですとまずお付き合いとかの時点でもう 10% いかないんですね。マッチングとかでもやはり精度っていうのは、まあ、20% 以下
っていうのが、まあ、政府上のデータでは出ておりますので、そうしますと弊社のところのマッチングっていうのはもう 70% 超え、かつその人たちの 70% 以上がデートに行き、でさらにここだけの話、さらにそういった人たちの 46% の方がお付き合いまでやっぱり行きましたので、 AI のファシリテーションというのはある意味有効じゃないかなというふうに思っております。はい、はい、有安さんいかがでしょうか。これコメント難しいですねすごいですね。これメッセンジャーアプリですよね、はい、いわゆる普通のメッセンジャーアプリを、そうです、法人向けに売って、そうです、月額課金して、はい、で、従業員に使ってもらう、はい、で従業員がデートするした相手にもインストールさせるわけですよね。あ、もうそうですね、使いたいっていう、まあ、例えばこの、 あの企業に入ってる軸としてワークライフ、まあ、従業員エンゲージメントを上げる、で従業員エンゲージメントを上げるための一番のキーファクターがワークライフシナジーって世界中のデータで出てるんですね。そのライフサポートっていう位置づけで独身従業員さんに、もしよかったら社外の人と出会って仕事も私生活も充実させたいっていう人に使ってもらうサービスで、インストールさせるわけですよね、はい、なるほど、すいません遅くて回答が。前多分何かで見たときに、はい、多分個人向けにやられてたのかなと思って、 それをおそらく法人向けにあのエクステンションしたのかなっていう印象なんですけど、なんか今の時点である企業からのいいフィードバックとか、あのこういうふうに使ったらよかったよみたいなアピールポイントあったらぜひ最後にお願いします。ありがとうございます。やっぱり企業様のところとしましては、やっぱりあの今すでに鈴下さんトライアルをしていただいているところは、やっぱり従業員エンゲージメントを上げるっていうところにすごく課題を感じられている方が多いです。でいろんな手を打ったとしても、なかなか従業員さんが生き生きと働くっていうところが、まあ、手を打てない。そこでやっぱりワークライフでなんとかライフを改善したいっていう企業様にやっぱり入れていただいておりまして、実際やっぱり従業員様の声をいただきましても、まあ、あのまず一つ嬉しかったのは AI が入ってくるだけでなんか嬉しい楽しいとかっていうようなお声をいただいたりですとか、やはりこんだけ AI が入ってあからさまになってるっていうのは、まあ、会話の質、またコミュニケーションを学んでいただくっていう場になっておりまして、そういったところでどん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 使ってる方がどんどん AI のアシストなくても自力でできるようになっているっていうのは、まあ個人としては嬉しいなっていう成果でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてですね、いよいよ